じゃあ今6時9分ですね。八方台からですね、磐梯山、登っていきたいと思います。じゃあ登ります。あ、開けましたね。今ね、だいたい出発して25分ぐらいですかね。あれが磐梯山の山頂が見えますね。ここがですね、元温泉のなんだっけ、俺はやってる時は来たことないんだけど、すごい硫黄の匂いがね、温泉臭というか、すごいねこれ。うん、あれが中の湯ですね。まあ今廃屋になってますけど、ああすげえ。まさにね、人という感じ。なんかね、そこら中から匂いの元がね、染み出てる感じ。すごいなこれ。入れんかね。うわあ、うわあ、踏み抜きが怖い。あれが磐梯山の山頂ですね。お、あれはね桧原湖だっけか、こっちが裏磐梯の山々ですね。何かここは景色がいい。おお、おお、空がね明るくなってきた。頂上あれだな、まあ、まだまだゴロゴロ。どうぞ。はい、8時ですね。弘法清水の分岐ですね。ここねぐるっとこうループになって、あそこら辺でまた元に戻るんですけど、先ほど降りてこられた方がですね、このお花畑の方面は熊がいましたよって話でした。あんまり花に興味ないんで、弘法清水小屋の方ですね、行きたいと思います。お、ここは見晴らしがいいね。あそこら辺か、お花畑ってな。あそこら辺で熊がいるそうですね。まあ、山来て熊いんのは当たり前なんで。お、分岐だ。弘法清水です。8時10分、小屋2つあるんだね。はい、壁小屋ね、こっちはやってない。弘法清水小屋。じゃあ、おお、いい景色だね。裏磐梯が、おお、飯田山が真っ白。ここは全部担ぎ上げてるんですか？奥さんが？いや、私は軽いので、主人とか今回今の方、はい、やりたいっていう。はいはいはい。すごいですね。体鍛えるのに。はい、じゃあ8時15分小屋を出てですね、山頂向かおうと思います。山頂はね、だいたいコースタイムで30分ぐらいってなってるんで、まあ気をつけながらゆっくり行きます。あ、これが工房清水、ちょっと飲んでみる。まだまだおいいって。頂上はあっちだね。あ、壁小屋ここにあるんだ。じゃあそうですね。安大山山頂。あそこだね。稲城湖。あそこが本当の山頂臭いね。横でこう。すごいね。これはすごい。うわ、すごい。うわ。ここだ。はい、じゃあそこに行く。仕事、習志野小ガス湖ってことは会津若松あっちだね。であの辺が背炙り山ですね。まさに360度。頂上の広さはね、だいたいそうだな、おお、こっから下はやばいぞ、やばいよやばいよと、三角点です。一緒に。飯出がね、さっきまではっきり映ってたんだけど、猫間素晴らしい。これはすごいね。ここは初めて来たけど、この山のファンだよファンになっちゃったよ。こっちから登ってきたんだよな。そう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 、ゴールドラインがねこうだから、うるせえクソバイクが走ってるあたりですね。じゃあ9時4分、ちょっとね午後からあんまり天気良くないらしいんで、降ります。で工房清水の小屋で寄ってね、軽く飯を食ってから帰りたいと思います。ではでは。